はね、ラジオ配信です。これ聞こえてるかな？ TikTok めっちゃ可愛かった。ありがとうございます。なんか TikTok さ、全然更新できてないなと思って。地道に1週間ぐらいずっと編集してたんですけど、ようやく出来上がったので。アップすることができました。ちょっと TikTok もなんか最近いろんな場所行ったりとかしたから、なんかアップできたらいいなと思って。そう、なんか TikTok にさ、写真モードで投稿するっていうやり方があるの、皆さん知ってます？第2弾も楽しみにしてるねって。ありがとう。そう、なんか写真モードで投稿するっていう機能があって、なんかそれを選択すると、なんか選択した写真を手動でスライドして、皆さんに見てもらうっていう感じのモードがあるんですよ。で、なんかそれをずっとやりたかったのに、なんか私の TikTok のアカウントがずっとそれできなくて、なんでか。そう、なんか調べても、なんか解決方法が分かんなくて、結構落ち込んでたんですよ。あ、餃子でも焼いてるのか、割れましたか。私は 餃子ではないんですけど、私は今台所にいます。 あ、そう、それでなんか写真を複数選択して TikTok のアカウントに投稿したいなって思ってたんだけど、私のアカウントではなんかそれがいつもなぜかできなくて、結構落ち込んでたんですよ。で、なんか今日さっきその投稿した後に、それをなんか試しに下書き用にね、作ってみたら、なんとできたんです。写真モードで投稿することができそうなんですよ、私のアカウントで。ついに。だからこれができたら、写真も動画もどっちも使いやすくなるってことだから、 TikTok の投稿がしやすくなるってことなんです。それ結構、なんか私の中では結構激アツで、嬉しいんですよ。超嬉しい。だから、ちょっと TikTok の、更新頻度上がりそう。なたんがインスタに投稿してる写真やリール動画すべて可愛すぎる。ありがとう。最高の褒め言葉だね。嬉しい。ありがとうございます。 それはわいらも幸せやん。幸せですか？本当に？でも昨日投稿したリールがあんまり再生回ってなくて、結構それでやみそうなので、よかったら もう1回か2回くらい再生してもらえるとめっちゃ嬉しいです。幸せ。今日は葵ちゃんのお誕生日です。確かに。新沢葵ちゃんね。そうだそうだ。誕生日だね。めでたいね。でも2008年生まれとかでしょ、あおちゃん。夜通し再生しますって、お願いします。回してくれると嬉しいです。そう、なんかリールの、なんか私の中での、なんか再生数の目標、なんかアンダーラインみたいなのがちょっとあって、そう、なんか3万回再生をとりあえず一投稿で回せるようになりたいなっていう目標があるんですよ。なので、ちょっとまだ3万回再生に届かなそうなので、よかったら見てください。今日はキューピーコアが届いて幸せですって、よかったー。そう、なんかスタッフさんも、皆さんに発送完了してますっていう連絡をくれて、そう、SNS エゴサしたら届いたよっていう方も見えたので、届いてることを確認しました。そう、たくさん応募してもらえてめちゃくちゃ嬉しくて、本当にありがとうございます。
ありがとうね。そう、でもなんかたくさんご応募があったので結構な倍率で、はい、当選された方はラッキーだと思います。届いたってプレゼント届きました、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。こんな感じかな。私は今何を作っているかというと、私が夏によく作っているなんかパプリカそぼろです。なんかこれがお家にあるだけでご飯と一緒に食べてもいいし、あとそうめんのねアレンジでなんかジャージャー麺風にして食べるのも好きなので、そう、これ作っとくとなんかマジで夏バテで食欲なくすから、それが解消されてめっちゃいいんですよ。ひなたん映らなくてもいいから料理みたい。ダメアザジョのショート動画もたくさん投稿されてたね。そうなんです、見てくれてますか。そう、かなりね投稿されてるんですよ。なんかさ、あざとい女子探偵団のさ TikTok の投稿も結構再生が回ってる投稿があってめっちゃ嬉しかったです。すごい、あざじょはなんかかなり数打ち当たるみたいなあと YouTube のアカウントの方でもショートが結構しててすごいんですよ。今日のも見たよ、ありがとうございます。そう、この間のねあの収録の時に結構2択をいっぱい撮ったので、これからも究極の2択ちょっと上がっていくんじゃないかなって思います生活音配信ですか生活音配信ですねこれね日向の少数派面白い、本当ですか。アザジョは更新頻度高くて助かってます、よかったです。そう、みんな寂しくならなくていいね、あざとい女子ね更新多いからね。二択結構ずるい回答あるよね。そうなのこの後このまま ASMR 配信始まりますか始まらないように頑張りたいですね、はい、TikTok おすすめになると一気に回るね。確かに TikTok はおすすめにね流れるとねかなり、はい、みんないろんな人に見てもらえますね。おすすめに乗りたいおすすめになりたい。あ、すごい、今日はサバ缶で炊き込みご飯作って、炊き込みご飯いいな、しかもサバ缶でめっちゃ美味しそう。私は夏に挑戦したい料理があって、あのトウモロコシの炊き込みご飯、あれ挑戦したいですね、はい、あれめっちゃ美味しいよね舞台見に行くよって、ありがとう。そう、あの先行ファンクラブの先行申し込みで、あの申し込んでくださった方本当にありがとうございます今日はうなぎ食べないの。うなぎ食べないかなね、今日土用の丑の日だね。ねえ、うなぎ食べたいな。うなぎ食べたいですけど、やっぱりリッチなイメージがあるので特別な時にいただきます公開ゲネプロ気になってたから当たってよかったね。え、ゲネプロ公開なんだと思って、普通に本番やんと思ってとりあえずうなぎパイ食べましたうなぎパイ食べた確かに土曜の丑の日うなぎ、あ、今日は佐渡出張中なのお寿司食べてきたって、うなぎ忘れてたお寿司食べたならうなぎいいなぁいいな、いいなぁ。あ、でもうなぎパイ食べてる人結構いる、もしかして。あ、
東京でうな重売ってたけど3000円だったからうな重にした。うな重こういう時に助かるのよ本当に。 舞台見に行く時どこ聖地巡礼行こうか悩んでる。おお、候補はどこがあるんだろうね。 どこが候補だろうね。X にシェアするの忘れてたね。シェアしとこ。うなぎパイならいつでも食えるがな。いつでも食べれるか。 でもうなぎパイも美味しくて好きだな。うなぎパイのうなぎって本当のうなぎなの？あれ甘くて美味しくて、なんかどこがうなぎなのか全然わかんないんだけど。 無知。無知すぎ？これはさすがに。誕生日間近に舞台あるの密かに嬉しいね。嬉しいね。うなぎの骨入ってるんだっけ。あ、え、そうなの。あざじょで浜松市に聞いてみよう。浜松市発祥なんだ。うなぎエキスが入ってるらしい。エキス何？うなぎのエキスって。 粉は入ってる。うなぎの粉。 うなぎの粉って何みたいな。入ってないと思うよ、骨は。骨は入ってないのか。でもうなぎのエキスと粉ってなんだろう。粉は粉やろ。 なんか怖くない？どこをうなぎのどこを粉にしてるんだろうみたいな。はい。 うなぎパウダーじゃないかな。不審がってる。ひなたん来たよーって。あ、ありがとう。やったー。まさにうなぎパイ、うなぎ入ってるかどうか。明らかにしない時点で察し、同じメーカーですっぽんパイもあります。何それ、味違うの？味全然違うのかな。どんな風に違うんだろう。気になりますね。まさにあざ状にぴったりやんって。ああ、じゃあこれ出してみようかな。うなぎパイのうなぎ。 ちょうどね、提出間際だったので、日常に潜んでる疑問を探していたのですよ。 商品説明にはうなぎエキスってだけって。でもうなぎエキスってどこの何のエキスなのかも気になるよね。ハッピーパウダーの方がうまいよ。ハッピーパウダーは最強。はい。 あ、バスツアー楽しかったですって。よかったです。バスツアー楽しかったね、本当に。あ、TikTok のひなたのなんか写真スライドなかった。まだ投稿してないです。はい。投稿してないです。今、下書きに眠っていますね、その感動した写真スライドの投稿は。なぜアイドルにガチ恋してしまうオタクがいるのかを解決してください。傷つけてしまう可能性があるのであげないでおきますね。はい。バスツアー楽しかったってよかった。本当によかった。新潟駅のハッピーターン食った。いいね。そう、なんかハッピーターンのお店がね、できたんだよね、新潟駅にね。 バスツアー行きたかったな。あの着物と髪型が最強にタイプだった。よかったー。嬉しいねー。そんな風に言ってもらえると。そう、なんか今日は妹とデートしてたんですけど、妹にもお姉ちゃんのお着物と髪型めっちゃ合ってて可愛かったって、褒められました。 ハッピーターンアイス気になる。確かに。せんべいアイスとか、そういう感じと一緒なのかな。食べてみたいな。ハッピーターンのアイスめっちゃ美味しかったよって。お、食べた人いるんだ。 佐渡バターのハッピーターン気になる。絶対うまいじゃん。絶対食べた方がいいね、それはね。妹かわいい。妹かわいいよね。 そう、妹と仲良しですね、私ってば。な、アルファチャージ電車に吊るされててびっくりしたよ。あ、広告？嬉しい。やった、見つけてくれて。
ね、インスタのねストーリーにも載せてくれてたもんね。バスツアー行って市長の班になりましたチャットのさ返信にもさそう書いてくれててさ市長めっちゃ喜ぶと思うな。本当にバスツアーで食べた時美味しくて村上ちゃんの羊羹買って帰ったって。あねあれめっちゃ美味しくないっていうかサイズがめっちゃちょうどよくない。なんかちょっとしたおやつにさぴったりっていうかマジでそれだって市長のファン、市長のファンいた。市長宣伝上手。確かにこの前東京ドームのドデカビジョンでアルファチャージの CM 流れたって。うわ最高、最高すぎ、嬉しい、ありがとう報告。あの羊羹好きってね、わかる。あれ職場に持っていた時大好評やったでって。えお土産にも最高だ、あの羊羹美味しかったなーってバスツアー参加できなかったからこの夏村上行こうと思うて。ねぜひ来てください。でも村上もきっと暑いと思うので、はい、熱中症対策しながらお願いします。あと飯島さんもいい人って。飯島さんめっちゃいい方ですよね、社長。はい、富士見園さんの社長ですそうなんですよ。ひなたんの一番の村上スポットは、一番の村上スポットでもやっぱりその町屋の町並みは体験してほしいですね。あとせっかくだからあの瀬波海岸に沈む夕日、まあ笹川流れの方まで行ってもいいけど瀬波海岸で瀬波温泉足湯しながらあの夕日沈むのもぜひ体験してほしいし、元気だったらお城山とかも登ってほしいですね、ぜひ足湯しながらいいねって。そうなのよ、津波温泉の足湯入るともう足がつるんつるんになるんですよ。びっくりしますよ村上の人マジでほっこりする。なんでだろうねなんでなんだろうね、漏れなくほっこりしてるそうなので結構ねいろいろ見る場所が多いので、はい、おすすめスポットたくさんありますねひなたちゃんそのうち市長なるわねってうちのママが言ってたあのちょっと行政にはあまり興味がなくてですね、はいはい、行政の方にはあまり興味がないのでぜひお芝居の方で活躍していきたいと思います投票するために引っ越すかもしかして私市長になるためにこの活動始めたんかなあおもろ。次のバスツアーは瀬波温泉でぜひ。あー確かにね、いいね。面白いな、そんな壮大な野望があったなんて。いや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 、だから市長にならないんですって、はい、議員になったら論破できる、論破できると思います、私が。多分できないなひなたも構文作らなきゃいやいやいや、ほんまひなた構文いらない、いらなすぎる、ほんま日向公文高橋市長喋ってる途中で話題を次から次へと思い出す感じが面白いめちゃくちゃ村上の人って感じ。あ、それでねとか言って、ね、すぐ次の話題に面白いです。ほな県知事か、県知事恐れ多いですよ、はい、使いやすい構文だといいな期待されてる、あの大丈夫です、生み出されないと思いますので、はいいや本当にあのバスツアー開催することができて本当に良かったなと思います。参加してくださった皆さんありがとうございました、本当に、うん高橋市長がいるとトーク者安心やね、確かにいろんな村上のことが知れますからね、
いいよね、本当に。ちょっとそぼろ作れたんで、ちょっと卵も作っちゃおうかな。卵もいい感じにしようかな。また料理始めようとしてるよ。ちょっとね、フライパン開けていきます。開けていきますんで、ご自由にコメントください。今ちょっとフライパンに集中しちゃってるんでコメント読めないんですけど、はい、よろしくお願いします。なんかね、ここ最近ずっとね、自炊したいと思って材料を揃えるところまではやってたんですよ。でもなんか全然やる気が起きなくて、家帰ってきてなんかバタンキューみたいな日が続いてたんで、はい、今日こそはと思って勇気を振り絞って行動しています。素晴らしい行動力、素晴らしい行動力です。お、ご飯もね、あと5分で炊けるということなので、はい、早々と卵もやっちゃおう。もう配信切ってからでもいいしな、最悪ね。なんかね、友達とかが来てくれたらね、もっといろんな手の込んだ料理に挑戦できるのにね。あなたのいない劇場入っちゃったボス、こういうコメントばっかり読まれるんですよね。なんでなんだろうね。はい、よし、卵どのくらいやろうかな。2個か3個で迷ってますね。2個でもいいよね。でも3個でもいいんだよな。2個が結構多いですね。とりあえず2個にしとくか。あとね、今回はね、ゆで卵を作りたくて、まあ、ゆで卵作るのはまた今度にします。2つで十分ですよ。でも3個半はいるよ。でも確かに、ね、2つで十分なのもわかるね。え、卵消費しないと。でも卵ってね、なんかすごい、すごいスピードで消費できる時とそうじゃない時があるんですよね。なんでなんだろうね、本当に難しい。お、なんかいいペースで今回も消費していきたいですね。頑張りたいと思います。ルアー氏優勝してた、ルアー劇場でね。おっとっと、入れすぎかな。まあいいか、甘い方が好きだから。じゃあ卵の消費期限やばい時はカルボナーラ。おお、いいっすね。よし、卵は基本余らすわ私。ねえ、なんかさ、卵さ、使い切らなかった時のね、食感がね、えぐいんですよね。わー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 、どうしちゃったの、どうしちゃったの、やめてくださいよ、本当にもう。はい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 、そぼろの残骸がね、暴れてますけど。
頑張ってもらって、あーキャー、はい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 、もうこれ私あれだね、火つけなくていいね、フライパンがあったかすぎる。なんかオムライスとか上手に作れるようになりたいんですよね。あ、ご飯も炊けました。事故、事故とか言われてるのウケる。さすがに事故じゃない、大丈夫で。いくつになると思ってるんですか。25歳ですよ。日向ってば、日向ってば25歳になるんですからね。あ、テーブルエッグさんのオムライス美味しかった。いや本当に美味しいよね。なんであんな美味しいんだろうね。いつも不思議なんだよ、ね、卵に感動するもん。オークリッチの卵は本当に美味しいので、村上に来たらぜひ食べてもらいたいですね。ご飯炊けた？ご飯炊けました。ご飯炊けれるとね、ご飯炊くとやっぱね、心の健康につながりますね、私の場合。なんかすごい味の濃そうな卵ができそう。そしてめちゃくちゃスクランブルがうますぎるな、上手すぎる。うまい、スクランブルするのがうますぎる。でもこれは多分ご飯にのせた方がうまそうなので、そうめんではなかったので、やっぱ2個で正解でしたね。ありがとうみんな、2個で正解でした。卵スクランブルエッグの天才現れ、いや全然現れてはないんです。妹の方がうまいです、スクランブルするの。私の妹は可愛くて料理もできて勉強もできてスポーツもできるという、はい、非常に優れた才能の持ち主なんですよね。あとひなたの言うこと何でも聞いてくれる。そこかい、そこかいって感じなんですけど。はい、オッケー。怖っ。やっぱ姉の特権ですよね。ありがとうございます。一番目に生まれさせていただきました、ありがとうございます。そこ大事、はい、まあ、そこが一番重要まであるな。はい、じゃあ私のご飯の準備ができたので。すごい、この何か作業している間に誰かと喋りたかったから、はい、すごい助かりました。みんな付き合ってくれてありがとう。終わるやん、その通り。終わるんか。そうなんですよ、終わっちゃいます。じゃあランキング読んでいきますね。13位から13位マシュマロさん、12位サルチャートチームサニーさん、11位リーダーさん、10位クッキーモンスターメガネさん、9位シュンさん。あ、変わっちゃった、もう一回読んだ方がいい。あ、でもサルチさん読んだね。じゃあ12位レンタルキャットさん、11位クッキーモンスターメガネさん、10位リーダーさん、9位カメアツサニーさん、8位マシュマロチームサニーさん、7位みずほちゃん、6位シモジュンさん、5位クロルンダメキンアットサニーさん、4位トットさん、
3位いかちさん、2位しゅんさん、1位ふけんさんです。ありがとうございます。ゆっくりもぐもぐタイムしてね。ありがとう。なんかね、多分夏バテが始まってて、そうなんかあんまりいっぱいの量は最近食べれないんですけど、夏バテに負けず、はい、食べれるものをいっぱい食べてしっかりパワーをつけて頑張りたいと思います。はい、みんな今日もいっぱい私と話してくれてありがとうございます。うん、リール見てね。リールの、あの最新リールの再生があまり著しくないということで、結構悲しい気持ちに昨日今日なってるので、あと2回か3回くらい回してくれたら嬉しいです。はい、というわけで見たよんってありがとうね。はい、それではまた。明日もなんかしら SNS